はい、ドラフトです。さあ、今回はどんな選手が出てくるかなとの前に、まあ結果だけ見せようかなと。ハーバート君がこんな能力でした。うん意外と微妙だったね。思った能力ではなかった、3億のね選手ではないけども、まあ2億ぐらいの可能性はあるんじゃないかなと。でウィーラーが2割5分の14本、ザキヤマが2割9分代打、足原が2割、そして住吉くんが、今シーズン、まあ、2割は言ってないですけど16本ホームラン打って59打点、なかなかね得点圏にも打ってるのでポジなのかなと。そして坂田くん、ショートで出て2割3分より24打点、よくやってる方なんじゃないかな坂田は、ね、ルーキーながらも。さあオースティン2割並ぶ29本、オースティンも若干衰えがね来てるので、なかなか。さあ滑川くんね、なかなか2割からいけませんね。滑川豪太2割いけませんね。もう3年目か。ロメロ2割3分の11本、だいぶ衰えた。で大島が2割3分、去年ね9ホーマーだったかな打ってたので、そこはちょっと いかんなと。まあ打線も考えながら今度からやっていこうと思いますので。そして、小瀬村くん、このような能力、スライダーが5、3勝10敗ですけど 4.37 は普通にいい投手なんじゃないかなと。で、谷川、東浜はよく頑張ったよね。 3.57、 7勝11敗、このメンバーで7勝できるのはすごい。与座2勝、さあ比嘉がねもう首というか、なんだろうね、そう引退1回止めてるんで、まあ来年引退なのかなと思うと、中継ぎが欲しいなと。さあやっていこうか、どんな選手がいるのかね。わー日野くんいいなー、あー米川とかグーエース、なんか縦方向と横方向の変化球持ってる子ってかっこいいよね。こういう感じかっこいいよね、好きなんだわ。唐島くん、うわっ目だクソいいやんけ、へえ。小野沢、ただ沖縄はいなかったね。はい、次はキャッチャー、お徳山くん、うん、肩が魅力の高卒ルーキーか、なるほどね。おマセくんも、えマセくんお強い。ミートは F 確定、パワーは E から C と、まあ結構差があるね。走力、お B 確定、肩 A 角、 A 角はでかいな、走力 B の肩 A か、いいな、肩強セカンドか。うーん、で、マセ君の守備もまあまあいいと。ほう、なるほどな。なかなかいいなぁ、ミート上げたら強くなりそう、いいですね。浜岡、お松川いいな、
あマセ君クソいいな、やっぱ。え、総力 B 肩 A、 沖縄の希望じゃん。他はいないと。え、ならもう沖縄の希望マセ君でいこう。全日本選手権大会ベスト8、神かな。阪神、阪神、いやーこれは迷うな。左かな、僕困ったら左って決めてるんだ。よし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 、イエス。あっぶねー、あっぶな、やめてくれな、頼むから徳山くん取って終わりかな。ちょっとこの子だけ見、後で見よう。松川くん、オリックスか。はい、はい、というわけでですね、お、山田かな、ちょっと見てみましょう。マセ君、お、内野安打丸、チャンスメーカーでもつけたらね、この子1番マセとかできますね。いいね、やりたいな1番、マセとか。うん、徳山君、徳山くんはまあまあしょうがないよ、これぐらいだよ。あ、ドメドがもうすぐであれか、 FA 権か、来年 FA かな。さあドメドとウィーラーが日本人になるんで、そうなったらまあ中継ぎ、まあ外国人はピッチャーに咲こうか、さすがにね。わすげえ、みんなお金取るんだね。お金じゃねえ、山田取るんだね。お、ポスティング、高梨、高梨すごいいい投手だよね。そのパワープロだとどうなんだろうね、実際。さあ FA、 上、中村、吉田、二木、山崎、江越、江越、長崎なんだ。いないね、なんかみんな見たことあるわ。さあ誰がどこに行った、上林がは、あ、横浜、なんかそ、なんかっぽいな。中村、巨人、正隆ロッテ、やば、山安阪神、藤川の再来や、喜んでそう。藤浪、藤浪、そんな藤浪が FA で取れるなんて、泣いた。え、ジョーンズってまだいたんだね。藤波、マジかお前。さあ沖縄出身はいますか。なんかここら辺は違うっぽいよな。パーラ、アラキ、あ、レアード、FA 権もう取ってんじゃん、日本人じゃん。レアード取ろう。パワーヒッター満塁男、対左 B、 なかなかの能力。坂本、坂
本首マカ、あ、小林も首だ。かわいそうだな、なんか取ってあげたいけど。マクガフ4年か。則本首、赤まあまあ妥当。飯田クロフツ、美穂、美穂ってもともとさ、ロッテか、中田、中田蓮の中田か。羽田、国吉って今何歳？あいつまだ30ぐらい？実際は若いな。倉本今村、田中、森脇、山崎、あーお前か。うわ、ドラワンコンビ、あれ荒西ドラワンやったっけな。本田、渡辺、長野、宇佐美、ディプラン、小野、ここら辺は違うっぽいよな。ダンバー帰ってきな、ダンバーは帰ってきな。アークライトと、アークライトいらないな、もうね。いやー、アークライト言うて26歳だもんな、変わんないもんな、あの子とハーバードと。いらない、グッバイ。レアードとダンバーを取りました。デアード取ったのでかいな。どこで使うんやな、デアード。ん？デアードを入れると、いや、サード住吉は変えたくないけど、うん、あ、こうか。ファイヤーす、ものすごいファイヤー。まあでも坂田もファイヤーといえばファイヤーか。6番レアード、外国人がさ半分以上、沖縄3人、いいね、最高だね。お前ら得点圏弱すぎな、みんな。まあ、ウィーラーを7番に、いやー、6番ウィーラー、7番デアロ、こんな感じなんじゃないかな。あー、まあこうか。マセ、ハーバード、ドメド、オースティン、住吉、ウィーラー、デアロ、大島、このオーダーでいこう。外国人は、あ、これドラフトだ。まあ、ドラフトはいいや、早めにやっとこう。どうせここ以外やんないんだから。はい、で、外国人は、まあ、投手の、とりあえず中継ぎ見ますかね。やっぱ球が速いさ、中継ぎ、まあ抑えタイプですけど、中継ぎ抑えがいいなと。で、ここ買っといて、はい、誰か留学させるか。谷川くんと小瀬村くんを、今シーズンはバランスがないけどコントロールあるよね。コントロールがあるヨーロッパリーグ行かせようかなと、谷川、小瀬村を。この2人には頑張ってほしいんで、さらなるレベルアップを求めて、小瀬村、谷川行ってこい。
まあ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 、いいでしょう。ブレッドソーバーディーヘイルシンクレアフォーエアハートフニッシュ、なんかいい名前ばっかやな。162キロ、メキシカンか、そうか、いないか。162はな、夢あったけどな。4球が速いで134キロ出すな。で、先発をここら辺入れといて、オッケーです。さあ、キャンプ行ってみよう。ソガベは、まあ、スプリットを上げたいかな。いや、サークルチェンジ覚えようか。もう一個なんか武器欲しいよね。ソガベ。ここでサークルチェンジを覚えて、21個、まあ、224ぐらいになったら、特殊能力、覚えようかなと。まあ、ヒギンスはこのまま頑張ってください。で、東浜は打たれ強さでいいかな。うん、ヨザくんね、なんかタイピン丸、あ、タイピン丸いいね。ヨザくんタイピン丸。アルベックはアルベックどうしようかな。パワーカーブ育成するか。で、ダンバーは、ダンバー急速。147キロ。いや、お前でも147があれば、140後半出せれば多分、いけるような気がする。活躍できるような気がするんだよな、ダンバー。頑張れ、ダンバー。まあ、徳山はミートだな。とりあえず打てるよ。とりあえず守れるようになるか。で、ハーバートは、ハーバートな、は、右投げだろ。まあ、得点圏あげるか。マセ君。マセ君ならミートあげますかね。ウィーラーを外野サブポジあげといて、レアードは、レアードは、まあ、パワーか。あげとけ。で、住吉がミート。マセ君。マセ君、守備練習、誰がやってる今、坂田これやって、マセ君、総合守備、で、住吉君を、ミート、やろう。ね。まあ、ミート D、DBFCD まではいってほしいね。で、ザキヤマ君は、ザッキーは、なんか、こう考えた結果、ウィーラーとかディアードとかドメロとかファーストがいなくなる可能性があるから、ザキヤマファースト、いつかお前は輝く。ザキヤマはザキじゃなかった、サキやった。で、坂田は守備で、オースティンはもうパワー上げとこうか。あとはね、で、ドメロも OK。大島くんなー、どうしよっかなー。逆丸でもつけますかね。で、足原くん、セカンドだと多分生き残れないんで、外野手転向するか。外野。ウィーラーがもうすぐ引退なんで、それも考えたら外野もありなんかなと。いや、待てよ。足原をファースト転向で、ザキヤマ外野生かすか。いいね。足原をファーストで、あの、守備固めにもなるんで、この子。で、ザキヤマは外野。頑張ってくれ。よし、これでいこう。
エアトン。お、ソガベいいね。100サークルチェンジ覚えた。足肌コンバート成功。あ、見てなかった、ミスったな。今間違えて窓押したわ。まあ、ワールドチャンスベースボールやったっけ。それはどうでもいいんで。覚醒してんだな、赤だ。お、ザキヤマいいね、いいね。ザキヤマいつか多分なんか全部守れそう。全部守れる、かっこ守れないになりそう。で、足原はミートあげようか。もうあとは自分の得意分野をあげてくれ。で、ウィーラーはパワーで、ザキな、まだな、まだ伸びないんだよな。なんか、強身対応でも覚える？どうしようかな。パワヒはなんかな、違うかなと思うので、マンドゥイ男でも覚えるか、お前。マンドゥイ。頑張れよ。さあ、これでいいですね。はい、それでは練習試合やっていきますか。オープン戦でした。え、勝った、8対7。うん、とんでもない試合だな。おお、住吉3ラン、オースティン2ラン、いいね。エースで勝利。まあ、東浜7勝してるんでね、去年。誰か出るかな。まあ、誰も出ないわな。なんかトレードでさ、お、ナグモ？え、かわいそう、泣いた。宮国取れないかな。宮国、マジ宮国取りたいんだけど、いい加減。なんかダンバーあたりで取れねえかな。ダンバーで取れないかな。ワンチャン取れそうだな。ダンバーを生贄に、宮国の召喚。あー、負けたか。え、でもか、いいね、いい戦い。いい勝負はしてるので、結構いけるんじゃない今シーズン。ドベじゃないかも。まあ、今シーズンの目標は後で発表。引き分け、勝って負けて引き分け、いいね。点数は取れてる。住吉2ホーマー、夢があるな、住吉には。はい、ペナントレース開幕。さあ、今年はどんなシーズンになるんじゃな、なるんかな。開幕戦は阪神タイガース。マスを取ろうとした因縁の相手。なら、わあ、そうか。東浜が、調子が悪い。まあでも、東浜やな、ここは。うん。東浜に行ってもらおう。で、そうですね。レアードの調子が悪いっていうので、ここはこういうオーダーで行きますか。坂田で、ショート坂田の、住吉がサード。このようなオーダーで行こうかなと。で、今日は住吉を見ようかな。
住吉の、とこだけ見ていこうかなと思います。さあ開幕戦初めて見せるんかな。開幕戦いいですね。いよいよプロ野球ペナントレース、やっと野球ができる開幕です。ロリッチ対阪神タイガース、1回戦の模様をお送りいたします。ロリッチの先発は右の東浜、対するタイガースの先発は右の才木。この両投手の東浜16番なんですよね。熱き戦いが幕を開けます。さあプレイボール、右の東浜マウンド、まずは1回の表先頭バッターの北条。ここはスラーム空振り、ゲームセット。12対6。ボコボコ。え、でも火薬庫本当に今日は大活躍でした。僕らも打てるけども相手も炎上させるよっていう、だってエース相手に、エース相手の戦いで試合で6点取れたんだからね。そこがまず褒められるって、今回は褒めていこうかなと